こんにちはテンバーーアカデミー堀秀夫です今日は Amazon の規約違反、新品として出品禁止の商品、これね、えー、最近ブログとかで情報発信している人が結構書いてるみたいなんで、大丈夫ですか日本だけの変更点ですかという質問が、ねえー、ありましたので、それについてお答えします。まず結論としてですね、テンバーアカデミーで進める商品を販売している会員さんにはほぼ影響はありません。 アマゾンが契約変更した理由はなぜかを解説します。まず、日本は食品せどりがブームであると。でこれ、食品っていうのはね、食べるものですから、えーまあ、商品選びで口に入れるもの、体につけるもの、これはね、えー、リスクが高いんで、えー、慎重にした方がいいというのはもともと言ってましたけど、まあ、出品者のみならず、えー、出品者がね、 その食品を食べてお腹を壊したとかね肌がかぶれたとかいうような。話はえ amazon だとよりまずいというのがあります。そんなわけでねえ、amazon にとって仕入れ先不明の商品を売られる食品を売られるのはとてつもないリスクであるとまあ、それを防ぐのがね。規約変更の一番の目的でしょうということですねアメリカ amazon で販売して食品を扱わない私たちにはまあ、影響のない話です。 新品として出品禁止の商品。ねこれ、日本の規約違反だ、規約変更だというのでね、書かれていた文書ですけど、以下のいずれかに該当する商品は新品としてアマゾンに出品できません。ね 1, 1つ目、個人、各個個人事業主を除くから仕入れられた商品。2つ目、メーカーが提供する保証がある場合、保証期間その他の条件において、メーカーの正規販売代、正規は 販売店と同等のメーカーカ保証を購入者が受けられない商品3つ目、アマゾン .co.jp 上、各アマゾンマーケットプレイスを含むで仕入れられた商品と、この3つです。で1番目、ねえー、個人から仕入れ,られた商品は販売できないと、新品として販売できないと。まあ、これは当たり前ですね、えー。個人が反復継続して商品を売るなら、えー、税法上事業主になる必要があります。 つまり個人事業主以外の個人からの仕入れを認めると、Amazon が法律違反を助,助長することになると。ねまあ、それから、Amazon から偽物疑惑をかけられた際に、法人であるメーカー、または一時代理店の書類以外、証拠として認められません。だからね、えー、どっちみち販売しない方がいい商品であると、新品でね。えー、いうのが、これは言えます。で、2番目。 メーカーが提供する保証がある場合、保証期間その他の条件において、メーカーの正規代理店と同等のメーカー保証を購入者が受けられない商品。これは、ね、変更前からこの通りで、別に改めて変更っていうので、なぜ載ってるのかということなんですけど、えー、不具合の際はメーカー保証を使ってくださいというような、ね、ことをコメントに書いている人がいます。 これもともとね、とても危険な販売方法だなと思ったんですけど、まあ、当然ね、1年保証のメーカーの、メーカー保証がついている商品を購入した販売店のスタンプを押されると、ね。で、えー、例えば3ヶ月後に売れたら9ヶ月しか保証がないわけですよね。まあ、そうなると、その 10, 10ヶ月目、11ヶ月目、12ヶ月目はどうなるんだねいうのがあります。でこれはね、 え当然、販売した人間がメーカーと同じ保証をつけてくださいというスタンスなんですけど、おそらくね、それに納得できないとか言ってね、揉める例が何件かあったんでしょうね。それでわざわざこういうえ形で書いてありますま。これ、ただね、メーカー保証云々ってことなんで、もともと家電なんでね、バーアカデミーでは家電は全くお勧めしてません。全然割に合わないです。家電を輸出してね、 えー、も儲かるっていうのは非常に、えー、難易度が高いと難易度が高い割にはね、えーまあ、成功した際にすごい儲かるかっていったらそうでもない、ね、他にもね、えー、プレミアついてる時に買われてで定価に落ちた時に、ね、返品食らうとかそういうね、えー、もっと根本的にダメージを受ける買われ方をしたりするんでこれは全くお勧めできないできるできないにかかわらずもともとお勧めしてない方法なんでえー まあ全然関係ないねという話です。で3番目、amazon.co.jp 上で仕入れられた商品、ね。これは一と同じくね、偽物疑惑の際に法人であるメーカー、または一時代理店の、えー、書類以外を証拠として認めてないと。アマゾンで買ったんですよって言っても通じないってことですよね。え、偽物だって言われて、だってアマゾンで買ったんだ、ね。そんなの通じるわけがないと。規約変更前からね、 日本アマゾンでの新品販売は危険な手法でした。何より日本人は一旦誰かに販売されたものは新品として認めないというのが普通です。メーカーか卸会社からね知れない限り日本で新品コンディションで販売するのはできないと考えた方がいいです。逆にねこの新品の許容範囲が甘いのがアメリカアマゾンの良さなんですけど、これもね最近ねうるさい消費者が増えてきてます。 当然、クレームが増えればアマ,アマゾンは規制するというのは当たり前ですね。えー、そんなわけで、まあえー、最近は、まあ、新品で無理に売らずね、むしろ、えー、中古で、えー、きちんと写真を撮ってね、売っても大して値段は変わらないと、まあち、ちょっと手間かかりますけど、ちょっとの手間は惜しいんでね、アカウント削除されちゃったらたまったもんじゃないんで、えー、あまり何でもかんでも新品で売るのは、えー、控えましょうという方向でサポートしてますんでね。まあ 今までで通りやる分には全然問題ないです、まあ、日本で売ってる方はね大騒ぎなんでしょうけどもともとね日本で売って利益を得るのは難しいということで、えー、日本での販売は推奨してませんので天板、えー、アカデミーで輸出に取り組んでいる会社にはあんまり関係のない話ということですけどね、えー、ちょっと見てみたら確かにこの件についてねいろいろ書いてる人がいるんで気になる方も他にもいるかもしれませんので解説動画を作りました。 またね疑問に思ってるとか大丈夫かどうかの確認等はお気軽にご質問ください。以上天馬アカデミー堀秀夫でした。